今回はこちらのダイハツアトレというおしゃれなお車にレカロシートのご相談ご用命においでいただいた際にこちらからお願いしてのプラス PPL のテストドライブ模様でございます、はい、それではアトレの 660cc ターボ付きの車で PPL のお試し出てきました。いつものコースに試運転スタートでございます。じゃあまっすぐです。あと 200m 先にあそこ突き当たりを左折です。左折の輪郭お願いします。覚えててねこの揺れ心地、はい、でそこを左に、はい、直角カーブで入ります。で普通にアクセル入れて走っててください。でマンホールがあったり右カーブがあったり上り坂ですよね。ここ覚えてください。この乗り越えた時の音とか揺れの感じ、あと後ろの荷物がなんか行ってますよね、はい、ああいうのが変わるはずなんで。あ、速度落としちゃいましょうか。調整しちゃいましょうか。静かに。これ覚えててね。これまた速度調整しちゃいましょうか。でもアクセルが違いますよ。やっぱ違うでしょ。違う。それねなんかねアトレのターボ付きのやつ お車はみんな同じこと言ってますね。なんて言うんですかね。いやもうこういうところの付きが多分違うんだと思う。加速しろって言った時にすぐ加速するみたいな。なんかね、ちょっと上品になってるかもしれない。ですよね。後ろの荷物の音が違うでしょ。違う。だからまあ下側からの突き上げの角が取れてるんでしょうね。そこに行ったら左折のウインカー出してもらって。ここ左折ですか。うん、あのそこのフェンスの前に今日工事なしだ。止まってね必ずね。あそこに車止めてもらって私が外してくるからね。この付近中堅重点エリアです。よし、じゃあちょっとボンネットリリースしてね。じゃあ U ターンして今のテストコースに行ってもらえますかね。どうぞ。いいっすよ、行っちゃっていいっすよ。一旦停車。あ、向こう加速してきたか。じゃあこれで行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。でさっきと同じように走ってみるといいですよ。なんかアクセルアクセル。車がもっさりしたのとあと揺れ方が派手になりましたよね。そうです。ほらどうですか。あこれ笑うっきゃないでしょこれ。全然違いますね。不思議だよね。いいっすよ。不思議だよね。あと遅くなったね、やっぱりね。エンジンの音上がったもんね。アクセル踏まなきゃいけないんで。アクセルの感覚違うんですよ。違いますよね。速度ちょっと調整してってね。アクセル違うでしょ。やっぱりね、これが嫌だったんですよ、ね、だいぶもっさりしますよね、はい、もっさりして急にこう回転が上がるような感じになってますけど、はいはい、さっきは滑らかでした。すごい滑らかですよね、はい、あとはね車の種類によっては表金かもしれないけど、ここに置いとくだけでもちょろっと変わったりする。結構変わってますよね。ここに置くだけでもね変わったりする。いや変わってますよやっぱり。
アクセルが違いますもん、ね、やっぱ違うでしょ、うん、不思議。ぜひぜひ楽しみにジュークとか他の車で遊んでみてやってください。ありがとうございますということで、今回もとてもユニークな結果を得ることができました、お客様と店主2人で笑いながらの楽しい楽しい試運転でございました。ぜひ同様なお車で乗り心地をもう少し良くしたいとお思いのお客様、加速を少しスムーズにしたいとお思いのお客様、アクセスをお願いいたします。